はい、後編です。はい、昨日ちょっと途中で切れてしまいました。はい、ということで今回から、今シーズンから祖母さんのシャツを取り扱うことが決まりました。はい、でこれまではメインは割とシャツに関しましてはコリーナの商品をお取り扱いしてきました。ササフラスにも扱ってます。ササフラスはワークシャツになりますので、ちょっとまた、コリーナとはちょっと違うんですけれども、イメージというか雰囲気というか、デザインそのものが違うんですけれども、9割ぐらいは、コリーナをこの5年ほどほぼシャツとしてはメインで取り扱いさせていただいていたんですけれども、コリーナのイメージというのはもともとですね、これ前回コリーナのことについてお話しさせていただいた時に、ちょっと言ったかどうかちょっと忘れたんですけれども、もともとですね、イメージとしては、男が、一人で酒場に飲みに行って、1枚で様になるシャツを作ってるブランドどこかないかなっていうイメージで探してました。それでイメージ的にはちょっとこう艶っぽかったりとか色っぽいとか、なんかそういったこう漠然としたイメージがあったんです。でそれから半年後ぐらいに、コリーナの紹介をしていただいて、その初めてコリーナの製品を見た時にそのイメージ通りっていうことだったんですね。でそれで決め手だった一つでもあります。はい、で一方こちらの祖母さんのシャツはどちらかというとその夜っていうね、コリーナさんは酒場って言えば大体夜のイメージ僕はあるんですけども、昼飲みもありますけども、夜というよりはどっちかというとこう昼、日中、休日の日に、来ていただく、なんかすごくね開放的な場所で、例えばこうテラスとか、すごくこうオープンなところというか、休日で天気が良い時に、そういったところで例えばこう少しビールを飲んだりする時とか、コーヒー飲みに行ったりとか、そういうちょっとこう明るいところで来て開放的な雰囲気で来ていただくっていうのがちょっとイメージとして最初に見た時にありました。それはやはりデザインもありますし、生地もあります。で生地に対してのシルエットの取り方っていうのもあって、実際そうですね、2年3年前に試着させてもらった時にもなんかそういうイメージがありました。なので、そうですね、夜ササフ、コリーナが例えば夜のイメージであれば、こちらの総合は僕はちょっと日中昼休日の、少しリラックスした時に来ていただくっていうイメージを持ってちょっと今後ちょっとお勧めできればなと思っております。はい、ということで、この度から、倉庫のシャツ、取り扱いすることが決まりました。できます。はい、で前回もお話ししましたが、今回本当お取引に際してもう本当にお向かいの、セレクトショップの総合の阿部さんの、それを快諾していただいたブランドのこちらの総合さん、の、おかげでうち札幌アントニオロットシアターでもお取り扱いすることができ、非常に本当心から光栄に思っております。あとはもう本当にそうですね、嬉しいです。先ほど、前回も言いましたけど、やはりなかなかやっぱり同じね、街で2つのブランドをやるっていうのはちょっとね、やっぱりこう暗黙のルール上あったりとかもしますので、それがね、前回も言ったかもしれないけど、決して悪いことではないんですよね。僕も、そういうのもやっぱり逆にありますし、だからという意味でもやはり取り扱い、してさせていただくっていうことはすごく光栄なことでもあるし、奇跡的なものでもあるし、だから、すごく嬉しいっていう気持ちもあります。で、今後そうですね、そういった形でちょっとブランドもスタートさせていただくことになりましたので、ちょっと大げさな
うん、ちょっと言い回しというか言い方になってしまうかもしれないんですけれども、まあちょっとそれに恥じないようにというか恥ずかしくないお店っていうのも今後より目指していきたいという気持ちでおります。はい、ということで、まあ、今回から改めて総合のシャツを取り扱いさせていただくことになりましたので、今後とも総合のシャツ、総合の製品とあとアントニオロットシアター、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあいつもどうもありがとうございます。はい、ではまた、はい、どうもありがとうございます。